ニューヨーク外国為替市場で円高が進み、1ドル81円台に突入しました。g7 直前で介入しづらい日本を見透かすように円高が進んでいます。現地8日に発表されたアメリカの雇用統計で非農業部門の就業者数が大幅に減少し、アメリカ経済への先行き不安が改めて認識されたことからドルが売られ円が買われました。 さらにワシントンで開かれる G7 ・主要7カ国財務大臣・中央銀行総裁会議を前に介入の警戒感が緩み円買いが加速しました現在はご覧の数字で取引されています